与田寺は、香川県東香川市にある新聞州、全通寺派別格本山の寺院。三号は、伊王山、陰号は、国蔵院。さぬき七福神の一つ、四国八十八箇所総奥の院。本尊新聞、おんころころ仙台まとう日しそわかごえか、祈るより、ふっつに近い、新たなるヨダのお寺へ参る嬉しさ自伝によれば、奈良時代の天平十一年に、 行記を解散として、伊王や舞茂王子役主員の号で、法奨宗の寺院として創建され、後に空海により、宗派を、真言宗寺号を、神宮寺に改められたという。佐賀天皇の時代に直眼寺となり、王朝元年には国内談議書の都に定められ、13世紀後期から始まる造運による中高の時代は、五小松天皇より、 国造院の因果をおしされて、戦を越す松寺を有する佐抜国屈指の大寺院となった。安土桃山時代に、豊臣秀吉の長祖壁氏攻めの陛下を受けて、道東伽藍の大半を消失したが、江戸時代初頭に、高松藩書大藩主、松平頼重の家により復興される。明治時代になってから、与田軍の所在であることから神宮寺から、与田寺に改められた。役よけの寺。 四国八十八カ所総奥の院として広く知られ年間約二十万人の参拝者を集める大師堂、小ま堂大和注文多方等。ありがとうございます。